こんにちは、スタイリストの大山俊です。今日はですね、ちょっと皆さん、いつもと違った環境で動画をお届けしたいなと思います。都内のですね、スタジオを借りまして、今回は特別編という形で動画を皆さんにですね、お届けをしたいなと思っています。これなぜかというとですね、僕のチャンネルがですね、始まって5年ぐらい経つんですが、チャンネル登録者数をですね、30万人突破しました。皆さんいつも見ていただいて本当にありがとうございます。まあ、せっかくなんでちょっといつもと違ったことやりたいなということでですね、今回はまあこちらの空間で僕のですね友人でありプロインタビュアーのですね早川洋平さんをゲストにお迎えしまして、まあ普段の動画ではですねなかなかお話ができないところですね、プロのインタビュアーからいろいろとですね聞き出していただいて、それを皆さんにお届けしたいなというふうに思っています。まあ僕の動画ってやっぱりいつもですねある程度型があるんですよね。それに沿ってやるので僕の個性だとか、まあ、人柄みたいなところはあえてあんまり出さないんですよね。なので、まあ、たまにはどういった人間が動画をやってるのかっていうところですね、皆さんに知っていただくためにですね早川さんのですね力をお借りしたいなということで、今回はゲストにですねお迎えしました。早川さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。プロインタビュアーの早川洋平です。今なんかねすごくよく紹介していただいたんでちょっと緊張してますけど、まあ今日は普段のお友達な感じでいいんでしょうか。そうですね、もう15年来のぐらいですね。友達ですよね。2人とも6畳一間で住んでるぐらいからってな冗談ですけど、まあでもちょっと近いところですよね。近い近い近い。そうですね。やってましたので、まあ本当に改めてこの度30万人おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか ?5 年間で、僕が調べた2024年5月20日時点だとですね、はい、1721本上がってたんですけども。あ、そんなにあるんですね。本数を聞くと、なんか実感はあんまりないですけどね。うんうん、まあ5年前っていうことですけど、そうすると大体2019年、本当に2月ぐらいですかね、うんうん、それぐらいにスタートしてですね、はいはいはい、まあコロナ前だと思うんですけど、うんうん、まあそれまでもね、あ、もうこれいきなりインタビューに入っていいです、いいです、自分でもよく分かんない、早川さんのことまだご存知じゃない方もたくさんいらっしゃるんでね、はい、簡単にじゃあちょっと自己紹介というか、はい、していただけると嬉しい、はい、自己紹介意外と苦手なんですけど、はい、改めてプロインタビューの早川洋平と申します。キクタスという会社を、経営して、ちょうどそう、それこそ今年15年に、なります。まあ各界のね、あのトップランナーやプロフェッショナルの方々だったりですね、国内外の方にインタビューしつつ、そのインタビューしたお話をですね、私自身の番組だったり、まあそれぞれの方のポッドキャスト、YouTube 番組だったり、まあ配信したりプロデュースする仕事をさせてもらって15年になります。そうですね。はい、もうプロの聞き手なので、はい、本当いろんなファッション業界の方も結構されてますよね。そうですね。そうな、高田健三さんだったり、健三さんとか、純子先生だったり、すごいですよね。まあ、僕の話はこのくらいでですね、今お話伺ったように、まあ、2019年のね、まあ、2月ぐらいに話ありましたけど、はい、そもそものところで、それまでもやっぱり大山さんといえば、その前ポッドキャストもそれこそちょっとやってましたし、やっぱり僕のイメージはブログで、ブログのイメージね、起業してからもうコツ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 と書いてやってましたよ、うん、でメンズファッションスクール、はい、なんかもやってたりして、その大山さんがやっぱり YouTube っていう時に意外性はなかったんだけど、はい、そもそもですけど、なんでこのタイミングでね、やっぱり始めようと思ったのかな。そうですね。まあ前にこう、オンラインファッションスクールみたいなのやってて、ね、それの、まあ会員さんをこう、なんかもっとより集めたいなとか、知ってもらいたいなってことで、はい、YouTube を始めたんですよ。うん、なんで、最初はその広告とかもつけずに、はい、ただただこのオンラインスクール知ってもらいたいところでお伝えしてたんですけども、うん、それがだんだんですね、最初はいい感じにいろんな方に知ってもらって、はいはい、そこきっかけで入ってもらったんですけど、はい、頭打ちになってきてですね、俺全然なんか反応なかってきたなみたいな、あ、そうなの、タイミングが半年ぐらいで訪れて、皆さん信じられないですよ、ね、そこから僕の YouTube に対するモチベーションがぐっと下がってきたんですよね。まあ下がりますよね。そう、それでそのフェイドアウトするかなと思いきやのコロナ禍なんですよね。そうそうなんですか、はい、今ね、なんかポイントとしてもうちょっと掘りたいんですけど、うん、そうすると YouTube 自体でいわゆる YouTuber 大山俊みたいな感じではなく、はいはい、そうなんですよ、あくまでいわゆるそのメンズファッションスクールとかにつながればっていう、はい、そうですそうです、感じだったと。一番最初はそういった目的でスタートしたので、うん、それが夢が砕けるのがですね、うん、半年ぐらいだったんですけども、うん、そこからはちょっとテンションが下がりつつ、うん、どうしようかなっていう時期がありましたね。ですよね。いわゆる、まあちょっとね、戦略戦術的にね、だけどうまくいかず、そうですね、そこからさらにコロナだと、はい、まあ、人によってはもういいやみたいに、ね、うんうん、なっちゃうと思いますけど、そこからどう変わったんですか。
うん、そうですね。そこが、まあ、うん、僕、個人向けのスタイリストという仕事をしてるので、はい、まあ、コロナ禍で皆さん、ね、仕事で外に出ることがなくなったりとか、うん、プライベートも出なくなるので、はい、まあ、そもそも服着なくてもいいみたいな感じになっちゃうので、ね、僕の仕事はアウトじゃんみたいな感じですごい危機感があって。ありました？めちゃくちゃありましたよ。これはやばいなと思ったんで、そこから、じゃあもう今できることは YouTube しかないなと思ったので、もうその日のうちに撮って、自分で編集して、アップする。これ毎日。そこから本気になった感じですね。いや、そこがすごいですよね。まあね、後でその辺の話ももちろん聞こうと思いましたけど、やっぱりなんか長年付き合っていただいて、大山さんすごいなと思います。ぐっと決めたら、一気にガってね、決めたら入って、しかも徹底的にやり尽くす。今は毎日って話もありましたけど、やっぱり昔からそういうタイプ。そうですね。それこそブログ最初にやってたんですけど、はい、個人向けのスタイリストを始めて、はい、本当に何のスキルもない、もうフリーターの延長戦場みたいな自分だったので、なかなかお客さんも来ないし、うん、どうすればいいのかなと思った時に、もうどうせ人来ないんだったら自分の持っている知識とかノウハウを全部こうブログに書き尽くしてやろうみたいな感覚で、うん、出し惜しみせずにね。そうですね。それでもうブログに入っていったので、うん、その時もかなり熱量を込めてたんですけど、うん、まあ追い込まれたって感じですよね、うんうん、最初は食っていけないし、もうそろそろ本気やろうかっていうタイミングで、うん、2回目の YouTube もこれやばいぞと、家族いるしどうしようみたいなところでグワッと入ってったって感じですかね。これ本当？本当です、本当です。これ皆さん、僕15年の付き合いでね、講師ともになんですけど、やっぱりね、いい意味じゃないですけど、大山さんはね、後で話すんですよ。これかっこいいと思う。いや、やっぱり普通にちょっと2019年とかね、20年、18年普通に接して、結構普通にね、数パーセント一緒にいたりする中ですけど、ね、やっぱりそう、自分では話さないよね。おー、そうでしたね。その やばいっす感は出さない、ね。やばいっす感はすごかったですよ。本当にちょっとしつこいけど。いやいや、本当そうですよ。ほら、創業期はお互いちょっとわかるじゃん。まあまあ、そうですね。でもその後やっぱブログもあって、本も出版して、うん、やっぱりそのメンズファッションスクールとか、まあいろいろあったにしても、はい、もう食えないは超えてね、うんうん、もうかなりいい感じのイメージは。まあそうですね。まあ初期の頃に比べたら、ね、まだ、まあマシだと思うんですけど、うん、その頃は一人じゃないですか。はいはい。まあ家庭があるので、はい、まあ月々のいろんな支払いもございますので、はい、そういったものを考えると、ちょっとやばいなっていう相当危機感は、うん、出口も見えないこうコロナ禍で。本当そうだったよね。それでお店もやってなかったんで、うん、スタイリングなんかできようもなかった時期もあったんで、ちょっと服買わないじゃなくて、いきなり買わないって、もう市場が一瞬消えかけたみたいな、ね、消えかけましたから、うん、やってないじゃん、銀座の街どこも空いてないじゃんっていう状態になったので、うん、そこでちょっとやらないとまずいなっていうところで、うん、スイッチは入ったって感じですね。なるほどね。でいざ、まあ、コロナでスイッチが入って、もう自分で撮って編集して毎日上げるっていうところで、次のそのブレイクポイント、結構意外とすぐ手応え感じたのかとか、うん、ああそうですね、収益みたいなものが YouTube って一つのポイントになってくると思うんですよ、はいはい、最初はオンラインスクールの知ってもらいたいなっていうことだったので、広告とか一切つけてなかったんですけど、うん、もうそこ広告をつけて、その代わりにもう多くの方に役立つコンテンツをもうガチでぶつけていくっていう覚悟を決めてから、もう後ろに引っ張るとかじゃなくて、まあ、そうですね、YouTube 自体、うん、なのでもう YouTube 中身ももう本当にそこで完結できるような内容をガッと取り組めたので、うん、そこから気に入っていただける方がちょっとずつ増えていって、うん、最初の頃って僕喋れなくて YouTube で、らしいですね、はい、大体初期の動画って5、6分で終わるんですよ。それぐらいしか持たなかったんですけど、だいたいコロナ禍になってなんかいろいろと調べてたら、 YouTube を伸ばすには10分以上じゃなきゃダメみたいなのがあったんですよ。だから10分喋ろうと思って頑張ってっていうのを繰り返していったら、確かにグッと伸びてきて、で自分自身も喋れるようになってきたので、毎日更新が始まって3ヶ月ぐらいから明らかにこうおーって感じになってきましたね、うんうん、じゃあやっぱりコミットして、あと数稽古、そうですね、うん、数稽古はもういろんな時代からやってきましたけどね。ですよね。アメブロから確かに数やって、うん、それでもう本当にね、ブログ書いたりとか、うん、それが YouTube も含めて、ね、うんうん、数やりましたね。そうか、じゃあそういう意味ではブログって話もありましたけど、ブログの時と感覚、やってることは違うけど、うん、出し押しせずにそこで退路を立ってやるみたいな意味では近い部分は、うん、かなり近いですね、うん、その中で実際、まあいざ始めてって、まあいろんなことあったと思うんですよね。こう外から見るとね、いやすごいなっていうで、あれよあれでも30万人っていう風に見えますけど、当然いろんなことあった。
そして今もあると思うんですけど、やっぱり今まで YouTube やってきた中で、まあ、一番じゃなくてもいいし、パッと、これ大変だったなっていう、もうどんなことでもいいし、笑い話でもしよう、本当にやばかったので、メンバーシップでも言ってないことがいいですね。ああ、そうだな。まあ、まずは、うん、そのね、自分の仕事の本職がなくなりそうになったっていうタイミングから YouTube 入ってるので、まあ、ネタ困るっていうのはもちろん、あ、そうですか。ありますよね。今、週4本やってるので、いつももうギリギリまでどうしようかな、つってこう。それ本当ですか？後で聞こうと思いましたけど、やっぱりね、多分、この間の記念ライブでもね、どうやってネタ決めてるんですかみたいなコメントもありましたけど、ギリギリです。ギリギリですね。ほんといろんなところから引っ張ってきて、うん、例えば街で歩いてる人見ながら、うん、これはちょっと使えるネタになりそうだなっていうところを拾ったりだとか、うん、まあいろんなチャンネル見ますよ、はいはい。自分以外のファッションはやっぱり女性向けのチャンネルとか、うん、言ってましたね。そうですね。あとは、ジャンル違うところからヒントになったりだとか、うん、インテリアとか、うん、そういったところからもらったりとかしながら、なんとかひねくり出してるって感じですね。うん、それは男性のファッションから引っ張らないのはやっぱり自分も引っ張られちゃうから。そうですね。どうしても近しいと、なんかね、なんか申し訳なさもあるので、うん、そこで被らないように、はいはい、なるべくそこは見ないようにしてますけどね。あとはあんまり言ってないところで言うと、やっぱりいろんな人に怒られますよね。怒られる？何何？いつも退屈なベーシックなことばっかりやりやがってみたいな。あるんですか？そういうのいっぱいありますよ。それはさすがになんか呼び出されるとかじゃなくて、呼び出されるコメントとかね。コメントとかもあるし、はいはい、いろんなネットで言われたりしたりとか、うん、まあなるべく僕も見ないようにはしてるんですけど、うん、ふと見るとそういうのがあったりして、うん、いや、そうだよなみたいなのはありますけどね。これはちょっと皆さん、まあ、勇気づけられてもあれですけど、まあ、僕自身もね、実はさっきなんかもよくそういう話するけど、やっぱりこういう仕事をね、人前で仕事をしてると、ね、僕なんかはもう大山さんのですね、多分1000倍ぐらい叩かれてる。いや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 。もうこれだけ気をつけてるつもりしか多分あのコメントいろいろ入ると思うんですけど、いやいやいや、でも出る人って意外と繊細じゃないですか、ね、まあまあそうですよね、意外とね。だからすごくもう今まで僕も自分やっててもう何度もそう、それでやめたいなみたいなあったんですけど、そういう意味でこう大山さんが今話したように、まあ言えること言えないことあると思うんですけど、やっぱりそこで折れちゃったら終わりじゃん。いやそうです、ね、私人間だから見ます、そういうの逆に。いや、なので僕は見ないし、スタッフで一緒にやってくれてる人間が気を利かせてくれて、あんまり上げないようにその辺の実際的なところとメンタル的なところで、なんか自分でこう心がけてることとかあります？これ見てる人でも発信する人多いから役立つんじゃないかな。その否定的なコメントとか、まあ、アンチコメントみたいなものってやっぱあると思うんですけど、それに一番最初に僕が接したのが、本出した時にAmazon レビューってあるじゃないですか。あれを僕は最初の頃全部見てたんですよ。まあ単純に見たいのもあるし、いろいろ参考に しないと思った。そうですそうです。そこから拾えるものがあったら全部拾いたいと思ったので、もちろんいいものもあれば、結構ねガツンとくるやつもあるんですけど、そんな読んで結構それをこうね、あの自分の中に取り入れていくってことになったんですけど、ある日結構きついのが来て、それ来た瞬間に結構自分の中で吹っ切れて、うん、あ、これもう見てたら切りないなと思って、うん、で引っ張られるし、変えられるところと変えられないところもあるから、うん、まあ、精神衛生上はあんま見ないで、うん、あんまり気にせずやった方がいいなと思って、うん、そこからあんまり見なくなったら、うん、だいぶ気楽には生きれるようになりましたね、うん、あ、やっぱりそこですか ね、うん、結構分かれますよね、見る派と見ない派で、うん、そうそうそう。でもまあ見るにしても見ないにしても、まあ、見る人もやっぱりよっぽどスルー力ないと。そうですよね、多少引っ張られますからね。そうそうそう、辛いことばっかり聞くのはあれですか？いや、笑い話系でもいいし、例えばなんかアクシデント系でもいいし、なんかありますか？これは、まあ、結構こういろんな方に見てもらってるんで、そうなるとですね、あの声かけてもらうんですよ、街で。ああ、はい、大山さんですよね。それはあるんですけど、あのスーパー銭湯のアイドル、はい、あ、スーパー銭湯好きですからね。そうそうそう、これで、お、大山さんですか、もうすっぱらかの状態で大山ですみたいな逃げも隠れもできないので、そうですね、そういうのもありましたしね、はいはいはい、いろいろそういうなんか、うん、良くも悪くもいろんなところで見てもらってるので、うん、たまにお声掛けいただくのがすっぱらかの時もあって、ね、なるほどね。でも逆に言うと大きな撮影した時が全部撮れてなかったとか、 あと土壇場で結構、まあ、さっきの話ギリギリっておっしゃってたじゃないですか、うん、ギリギリで、まあ、ネタが決まらないことはないんだけど、はい、なんて言うんだろうな、いきなり体調崩してこれ配信間に合わないよとか、あ、そういうのもありますよ。体調悪い時なんかいっぱいありますよね、うん、それこそコロナかかってるのに撮るとか、うんうん、はいはい、全然ありますし、声おかしい時いっぱいありますけど、うん、でもなんか体調悪い時なんかは動画を回しちゃった方が体調上がりますけど、ね、ああ、ありますね。それ終わった後またぐったりはあるけどね。そう、最近も疲れてて、まあ、やりたくねえなと思ってたんですけど、やったらその後元気でそのまんまみたいなのは割と多いかもしれないですね。こうやってるうちにやる気が出てくるっておっしゃってたじゃないですか、ね、そう、僕もこの間ある著名
名な脳科学者の方にインタビューした時に、やる気ってどうやったら出るんですかって聞いたら、やる気はやらないと出ないというか、やると出るらしいですよ。ああ、そうなんですね、うん。だからまさにそれを体現してるって、ね。そうですね。なんか性格的に考えてから、それに沿って動くってできなくて、うん、動いてから考える方なので、そうですね、まずやっちゃう感じかもしれないですね。いや、だからそれが多分僕も長年近しくお付き合いさせていただいて、見てる方もそうですけど、すごい緻密にっていう感じではないんだけど、でも適当にっていう感じでもないというか、うん、その辺ってさっきもね、ネタもギリギリですよとかおっしゃってましたけど、はい、そうは言ってもだから多分当然台本とか作ってないわけですよね。台本作ってないですね。作ってないけど、例えば最近の上げてる動画とかを今思い浮かべていただいた時に、はい、そうやってまあネタはさすがに決めるじゃないですか。まあまあそうですね。撮る前に、うん、どのくらい作り込んでるっていうか、もう本当に当然紹介する服とか、その先に例えばサムネイルとタイトルのイメージがあって、あとは結構ある程度緩く話してとか、どういう頭の中の構造で一本の動画ができるんでしょうね。いや、何も考えてないですね、そこら辺は。もうほとんど感性。感性が多いのかな。まあ僕も、その、自分の動画の分析みたいなものって、あんまりやらない方なんですけど、はい、唯一見てるのが、まあ動画を夜の7時にアップして、次の日の朝、起きた時にどれぐらい動画の再生されてるのかなっていうのだけ見るんですよ。うん、それで、あ、このテーマは割と多くの人に関心持たれたんだなっていうのは、頭の中に肌感覚って入ってるので、うん、まあそれと似たようなものは定期的に作っていきたいなっていうのはあったりするんですけど、うんうん、まあ、その程度ぐらいのもんですね。そうなんです、うん、全然ないですね。じゃあ、あとは基本的にやっぱり自分がいいなと思ったものを、うんうん、まあ、楽しく作ってる。そうですね、始めちゃえばテンション高くやれますから、うんうん、まあ、その中でそうは言ってもたった一人だけずっと作ってね、配信し続けるっていうことは、まあ、もちろん物理的な可能でそういう部分もあったと思いますし、今も一人でやる時もあると思いますけど、どんな感じの体制でやってるんですか、体制。YouTube チーム、まあ、前は僕が一人で撮って編集してアップするっていうのを毎日やってたんですけど、それだとやっぱりさすがに体調が持たないので、ないですが、まあ、その時期が、まあ、でも1年ぐらいやったかな。初期ってこと？初期ですね。2年目に1年間ぐらいやって、はい、そこからは今週4本撮ってるんですけども、うん、それは僕は撮影をピッて自分でやって、はい、撮ったら、まあ、編集チームみたいなのがいるので、はい、そこで編集をしてくれる仲間がいて、はい、それで、まあ、戻ってきたものを僕がチェックしてアップするっていう感じですね。ね、うん、まあ、そういう意味で今その仕組みができてると思うんですけど、うん、まあ、そのチームがあるっていうのも大きいと思うんですけど、まあ、そのことでもいいし別のことでもいいんですけど、やっぱりその毎日にしても週4にしても、僕なんか週1でヒーヒー言ってるんで、うん、スタッフに手伝ってます。だからいや、すごいなと思うんですけど、改めてなんでここまでやってこられたと思いますか？まあ、筋トレとかもそうなんですけど、ある程度決めた回数をずっとやり続けないと、うん、はい、逆にもう続けられないなって。歯磨きみたいになってる。そうです。もう習慣になっちゃってるので、その鉄の掟をずらさないってところ。そこですよ、皆さん。だけはもう絶対決めてますけどね。それ、まあ、初期の時はね、折れそうになったってありましたけど、うん、いわゆるそのもう YouTube で行くんだってコミットしてからは、うん、そういう意味では一回もやめようと思ったことはないんですか？ないですね。YouTube 自体。全くないですね。やめる理由もないですもんね。それは、まあ、当然ね、反応とか、そういうものが全くなかったら考えると思うんですけど、はい。ああ、それはそうでしょうね。どのあたりで、かなり自分にとって大きいなみたいな、なんかターニングポイントってありました？それこそ、2年目で、覚悟を決めてやり始めてから、うん、まあ、10万人ぐらい超えてからは、これでやっていけるな、みたいな。もう2年目で行ったんでしたっけ？あ、いや、3年ぐらいだったと思うんですけどね。3年目ぐらいで行ったのかな。そこはもう全然把握してないっていうのが、そこがいいです。僕の悪いところなんですけど、それぐらいからは、これでいけるかなって思ったし、うん、だんだんこうスタイリスト大山俊ですから YouTuber、ね、大山俊ですみたいになってきたんですよね、うん、まあそうしてからはだいぶ覚悟決まってきたかなと思いますけど、うんうんうん、その中で、まあ、YouTube 始めて、まあ、5年やってきて、数字が全てじゃないって言っても、うん、でもモチベーションも含めたり収益だっていろんなことで、まあそこは決して逃げることはできないと思うんですね、うん、その時にやっぱり30万人ってすごい数だと思うんですよ。もちろん上を見たら切れないかもしれないけど、うん、ありますね、でもやっぱりすごいと思うんですね、うん、でその中でやっぱり改めてなんで30万人を超えられたと思います？おー、30万人、まあ扱ってるテーマがファッションっていうところで、うん、まあいろんな人に皆さんにこう関わりのあるというもの
ので、そこからでもファッションって結構細分化できるんですよね。うん、ジャンルで言ったら、ね、ストリート系のファッションがあったり、はい、ラグジュアリーブランドがあったり、古着があったりとか、まあ、そういった細かなところがある中で、まあ、僕は、まあ、皆さんもご存知の通り、はい、ユニクロだとか、GU、無印良品、グローバルワークっていう、こう、比較的こう買いやすい価格帯で、うん、多くの方にとってこう取り入れやすいようなところを大枠でやっていて、はい、で、ここっていろんな人がやってそうで、意外とそんなにやってないんですよ。っていうのも皆さん、ファッションで YouTube やるぐらいの人ですから、すんごい好きなんですよ。俺のこのこだわりみたいなところが皆さんあるんで、スタイリッシュでかっこいいものをやるんですけど、僕はもうそれはいいと。自分がこれを表現したいっていうよりは、皆さんにとってこれが見たいんだっていうものを、もう本当にひたすらやり続けるというか、そこはもうかっこつけないで、もうとにかく一つの覚悟を決めてそこだけをやり続けるっていうのをやったので、ちょっと泥臭い部分があると思うんですけど、その結果意外とそういう人って多くはないので、まあなんとか伸びたのかなと思うんですけどね。ファッションでも思いっきりビジネスとか、はい、例えば社長向けとか、はい、富裕層向けとか、まあいろいろあると思いますけど、うん、基本的にやっぱり僕のイメージは普通の人がこうおしゃれを楽しんで、うん、でちょっとやってみたいけどなかなかチャレンジできない、ファッション雑誌見てもよくわかんないとか、うん、今そういう意味で YouTube 自体がその裾の広げたと思いますけど、うん、まあ、そこのところをずっとブラしてないですよね。いろんな偉い、コンサルタントの先生とか、はい、いろんな人とかにこう僕もね、まあ一緒にいる時とかにね、やっぱりそういうビジネス的に見ればもっとこう違うところ狭くいった方がいいじゃないですか、うんうん、そのアドバイスがあって、ね、もう今でも覚えてるんですけど、大山さんがね、いや僕はっていうね、うん、普通の人って言ってみる、なんて定義してるんですか、ね、いやいや、もう本当一般の方ですよね、うん、ファッションに興味があるんだけども、うん、どうしたらいいのかわからないっていう人が、うん、僕はもう世の中的には圧倒的に多いと思ってる。でその方々に伝えるコンテンツって意外とあんまなくて、はい、本も書いたんですけど、うん、メンズファッションの本があっても興味ファッションない人は手に取らないんですよね。そもそも行かないよね。行かないので、はい、だからそもそもあんまり読んでもらえないし、でも YouTube だとトップ画面にその年齢とかでたまたま属性がある人が出てきたりするので、はい、あ、なんだろう、ユニクロが言ってるよって見たら、あ、そのままハマってファッション楽しくなったっていう人がいるので、あんまり興味がなかった人を刺激するには一番 YouTube が良かったので。確かにあんまり興味ないけど潜在的には持ってますからね、みんなね、皆さん持ってるんで、それは大きいです、ね、すごい合ってますよね。まあ、そのぶらさなかったことと、あとやっぱり YouTube はね、タイミングとかいろんな意味で大山さんにハマったと思うんですけど、まあそのぶらさないとは別でですね、やっぱりこの30万人突破に至るまで、普通はこれ成功の秘訣だって聞くと思うんですけど、僕ちょっとひねくれてるんで、これだけはしてこなかったから今あるんじゃないかみたいな。こういった仕事してると、うん、PR の案件来ますよね、あれめちゃくちゃ来るんですよ。で、お受けする場合もあるんですけど、必ず自分が使っているかどうか、うん、それは普段のスタイリングでこれまで使ってきたかどうかとか、僕自身がコアに使ってるかどうかっていうところ、そこが一つの目安になっていて、うん、そうじゃないものは絶対にやらないっていうのは決めてきましたね。本当にいいものじゃないと。そうですね。自分でいいところ。なんか、いいものであっても、僕が使ってても、なんか価格帯が、いつもの僕のチャンネルのやってるものよりも、極端に高いものとかを、いきなりやっても、それは高くて買えないよっていうのもあると思うし、まあ、テイスト全然違うので、そういうのを入れちゃうと、やっぱりチャンネルのこう、世界観みたいなのが崩れちゃうので、もう絶対やらないって決めてましたね。本当ここがこの違いですよ。いや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 、ここなんか線が引かれるかもしれないですけど、同じ15、6年やってても、そうは言っても起業家としてやってるとお金っていうのは当然大事じゃないですか、うん、大事です、うん、でその中でそれなりの金額のオファーもひょっとしたらあるかもしれないと、うん、その時とかに、うん、全く揺らがないんですか。昨日もあったんですよね。結構びっくりする金額で、はい、いやーと思って、はい、うん、ですごくそのブランドさん好きだったから、はいはいはい、別にって思うところなんですけど、うん、最近はもう今年に入ってから一本もやってないですね、PR。ちょっとね、お付き合いのあるところとか、もう皆さんご存知のところやってたんですけど、なんかもう PR っていう感じじゃなくて、いろんなところ、いろんなお店、ブランドにスポットライトを当てたいので、もう最近は全断りしてるので、残念ながらお断りしたんですけど、もし、店舗に、自分で自腹で行くので、行かせてくれならって話はどうしたので、そういうのは。かっこすぎるじゃないですか、いやいやいや、これ。いや、でもね、見てる方もだし、僕もですし、そうなんですけど、謙遜されますけど、やっぱその誠実さというか、でもそれってなかなか
例えばね、今やっぱり YouTube もちろんうまくいってて、起業家としても成功されて活躍されてますけど、まあケースバイケース多少あると思うけど、本当に食えなかったとしても、なんかそこの部分は譲らないっていうのはあるんじゃないですか。ああ、そうですね、うん。短期的に見れば入ってくるから、ガンってね。で、嬉しいっちゃ嬉しいのかもしれないですけど、僕はYouTube 長くやりたいんですよ。うん、長くやるためには、まあ見ていただいている皆さんにとって違和感がないことが一番大事だと思うんで、僕も一視聴者でいろんなチャンネル見てますけど、いきなりこんなブランド出てきたぞみたいな。あれって見てる人はやっぱり分かっちゃいますからね。あります。そういった感度って年々高くなってると思うんで、そこは僕もなんか大事にしたいなと思うんで、やらないで気軽な方がいいですよ、僕も。フラッと行って撮らせてもらってっていうぐらいのテンションの方がやってて楽しいし、なんか使命感持ってこの商品はっていうのも、本心でやってるからいいんですけど、本来の自分はそうじゃない方がやりやすく長くできるので。これはでもなんか皆さん発信してる人にもね、一つヒントかなと、僕自身も勉強させていただきましたけど、なんだろう、そういう意味では、なんかお仕事みたいな感じではないってことですか？そうですね。どういう感覚なんでしょう、この大山さんにとって YouTube チャンネル。面白い位置づけだなと思っていて、まあ、僕 YouTube って、まずは自分の得意技、ファッションっていうものをなるべくわかりやすく伝えるっていうところが僕の得意技なんですよ。自分の得意分野で、まあ、それを通して、まあ、いろんな人に貢献はできるかなと思ってるので、そこのなんだろう、やりがいみたいなのもあるし、うん、はい、なおかつやりがいだけじゃ続けられないですよ ね、家庭があるので、うん、で YouTube ってちゃんと広告費っていうところがあるので、まあ、しっかりと皆さんに役立つものを出して、でその代わりいろんな人に見てもらったものが広告費として入ってくるので、うん、そうすれば僕も家族をちゃんと養うことができて、なおかつ編集もちゃんとプロに雇ってね、お願いすることもできるし、カメラマンの方も来ていただけるし、はい、そういったなんか生態系がうまくできてるので、なんか自分のこう気持ちも楽しいし、仕事としてのやりがいもあるしっていう、全部がこううまく密接にこうつながってるので、はい、やりやすいって感じですよね。まあ、その中でね、今 YouTube の話を伺いつつ、当然こう大山さんやっぱりね、服とは切っても切れないので、もう以前創業期何年か経った時から自分で服作りたいとか、はい、作ったりとかもされてたと思いますけど、まあ最近やっぱりこの YouTube も拝見してても連動してね、はいはいはい、ご自身のブランド立ち上げて震災のチャリティー、はいはい、やってらっしゃって素晴らしいなと思ったんですけど、やっぱりこのファッションブランドっていうのは改めてなんでやってるのかって、一回結構前にやってその後、ね、まあ多分ちょっとおとなしくしてたと思うんですけど、なぜなんでしょうね。もう何年前かな、6年前ぐらいに1回ブランドを立ち上げてやったんですよ、うん、それは楽しかったし、そこそこ売れたんですけど、そうそうそう、はい、だけど自分たち売れたものを発送してみたいなのをやると結構大変だったんですよね、うんうん、いやこれをなんか一からやるのきついなと思って、うん、もう一つこう区切りをつけてしまったんですけど、うん、まあ、YouTube 始めて、まあ、いろんな方から自分のブランドやらないのっていう話をすごくいただいていて、はい、前大変だったしなと、こういう思いもあったし、うん、はい、やっぱこうある程度ちゃんとこう売れる母体がないとなかなか続けていくの難しいなと思ったんですけど、 YouTube があるので、まあ、僕は宣伝ができる立場なので、うん、ああじゃあ今のタイミングいいのかなと思ってまずスタートしたっていうのが一つのと、うん、まあ、普段いろんな動画の中でおすすめのアイテムをご紹介しますけど、はい、なんか自分にとってこのアイテムは絶対あってほしいっていう鉄板アイテムみたいなのがあるんですよ、はい、それがお店で取り扱いがなかったりだとかっていうことが結構あるので、それはなんか自分でこだわってちゃんとこうベーシックなラインを押さえておけば、まあ皆さんにこう提案しやすいし、そのあたりがなんか普段動画との相性もいいかなと思うのでやりたいなってことで、まあ、あとちょっとだけ企業秘密かもしれないですけど、やっぱその6年前と今っていうのは、これ見てる方も興味あると思うんですけど、やっぱり自分のそういう、まあアパレル特にね、服とかをブランド立ち上げて作って販売するとかっていう、いろんな意味でかなりやりやすくなってる。超やりやすくなりましたね。それにちょっとだけ話せる感じ。あ、全然全然。こんな感じなの。ストアーズっていう一つのプラットフォームを使ってるんですけど、そこでサイトもすごく簡単に作れますし、はい、うん、あとは商品みたいなものも、そのストアーズさんのちゃんとこう配送できるところがあるので、そこに納品して、売れたものはそこから送ってもらうので、はい、まあ、かつて自分たちで夫婦で送っていたって作業、ね。そんな裏話僕知ってますからね。はい、大変だったんですけど、そこがちゃんとプロにお願いできるので、割とこう、スムーズにできるなっていうのがあるんですよね。このファッションブランド今立ち上げて、まあ、好調ということで、今後もまたどんどん
いろんな展開していきたいかな。そうですね、なんかあくまで僕自身が欲しいというか、やっぱそこですよね。そこなんですよね、うん、これ欲しいんだけどあんまりないよねとかっていうところで、僕は黒パンが大好きなんで、黒パンなんだけどシルエット少しユニクロよりは出したいよなとか、あと生地感こんなところがいいよなっていうところを、自分なりにこだわりまくって全部国産で作って、まあ、国内の素材でっていうところで、で店舗も持たないんで、はいはい、で PR も自分がやるので、そこら辺こう大きくかからないので、割とこう価格的には良心的に出せるかなっていうところで、これからも淡々と月1個ぐらい出せたら上等かなっていうぐらいの、いやすごいでしょ月1個で、もう本当にね、他の YouTuber さんとかもガンガン出してますよ。だけど僕なんかすんごいスローペースでやってるって感じですね。いやでもなんか今お話いろいろ伺ってるとね、その、まあ、YouTube にしてもブログ時代もそうだし、今の服にブランドに関してもですけど、まあ、特に YouTube に関してはね、当然その自己自身が好きなものだけじゃなくて、うん、好きなものとかいいなと思うものだから、もちろんこの YouTube の、見てくださる方に合うものっていうのはかなり気をつけられてるとは思うんですけど、はい、でもいずれにしてもまずやっぱり僕が受けた印象として、ご自身が好きとか本当にいいなと思ってるものとか外からブレることはないですよね、うん、何やるにしても。そうです、ブレたらなんかテンション下がって面白くなくなっちゃうんですよね、うんうん、せっかくだったら長くやりたいので、うん、そこに嘘があると多分ああもうめんどくさいなと思っちゃうんで、うん、そこはぶらさないのかもしれないですね。素晴らしい、まあ、その一方でそのご自身の信念としてはしっかりしていたとしても、まあ、それがセンス才能と言っちゃうとそれまでなんであれですけど、それが見てる人、受け手にとっては必ずしも好ましくない場合もあるじゃないですか、うんうん、でやっぱり、ね、好ましくなかったら30万人いかないわけで、なんて言うんだろうな、そのコンテンツを発信するときに、外の目というか、いわゆるそれがスタッフのメンバーなのか、うん、まあ、奥様なのか、うん、なんかそういう俯瞰する目とかっていうのは何か心がけてるのか、意外とやっぱり本当に一人で感覚的に結構やってるのかな。まあ、基本的には感覚的にやってますけど、まあ、奥さんももともとアパレルの人だったし、まあ、そういったところで女性の視点っていうところももちろん持ってるので聞きますし、あとはまあコメント欄見たりだとか、あとメンバーシップが結構僕の一つの基盤としてあるので、そこの方々が結構真摯にいろいろ言ってくれるので、そのあたりで客観性は取り入れてるかなって感じですね。ということでね、なんかいろいろお話伺ってきましたけど、ちょっと僕も自分で番組やってるんで仕切りがちょっとついちゃってありがたいですよ、普段自分でやってるので。まだまだお話伺いたこといっぱいあるんですけど、やっぱり今 YouTuber でもあり、まあ当然スタイリストでもあると思うんですけど、うん、大山旬の7つ道具と言って今パッと思い浮かぶの何ですか？7つ道具、まあ、7つじゃなくてもいいです。はいはいはい。ああ、そうですね。まあ自分の中でマスターピースって呼んでるんですけど、うん、その自分のスタイルを構成するために、はい、これは欠かせないなっていうところで、黒パン。黒のパンツ、やっぱりそこはこれがベースであって、はい、それとその対極にあるホワイト系のデニム、これはもうずっと言ってきてるやつで、あとは白系のレザースニーカー、お互いジャーマントレーナー履いてますけども、はい、これがあり、あとは僕はジャケットがやっぱり好きなので、うん、ジャケットでもダブルのちょっとリラックス感があるやつが好きなので、はい、そのあたり、あとは着こなし自体が結構ベーシックで、はい、そこまでこう派手なものがないので、うん、割とこう手元を彩るようなアクセサリーのものはすごく欠かせなくて、時計とあとはバングル、はい、このあたりは欠かせないかなと思いますね、うん、あとは結構今も着てますけど、はい、白ベースのプリントジェス、これもすごく好きで、それだけでコレクションが結構あるぐらいなので、このあたりも欠かせないアイテムかなってところですかね、うん、まあ、大山俊さんね、こう今うまくまとめていただきましたけど、まあ、この後ね、実は結構まだ聞きたい質問がたくさんあってですね、このかっこいいままでは終わらせないということで、もうちょっとだけその7つ道具は今の A 面的な7つ道具だと思うんですけど、はい、大山さんこんなの持ってんのみたいな、はい、裏切るような裏7つ道具みたいなものないんですか？全然7つじゃなくて1個でもいいんですけど、全然関係ない、このスタイリストと関係ないけど、いつもこれは実はちょっとあんまりちょっと言うと恥ずかしいぐらいなんだけど、これ持ってんだよねみたいな。なんだろう、まあ、もしくはアプリとかでもこのアプリ欠かせないんだよ、こんなエロいやつか持ってないですよ。いやいや、エロくなくていいんだけどなんだろうな、そうですね、下着とかですよね。え、下着を持ってる？あ、持ってないですよ。びっくりした。下着を普段持ち合わせてるってどういう生活してるの？、まあ、いつも着てる下着は同じってことですよね。あ、軍勢のシークって、はい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 、この、ね、常にね、はいはい、着てて、はい、あの姿でうちの中で吸っていますね。ああ、最後にいい話をつけました。あのシークが大量にあるということですね、はい、もうあれがいっぱいあって、
って、はいはい、僕の子供たちのパパの印象は、あのベージュのシークのイメージなんですね。なんか伊勢丹のメンズのところに買ってるみたいな、昔だったイメージです、ね。そうそう。スタイリッシュさは息子と娘には感じてもらってないなって。いやいやいや、シーク着てる時点でね、スタイリッシュだと思います。いやいやいや、あれ単体ではスタイリッシュじゃないですけど、あれは本当に今でも着てるぐらいですね。はい。まあ僕からは質問ね、はい、まだまだあるんですけど、一回お戻しします。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、普段ですねなかなか自分自身ではねこういったことを語ることはないので、ちょっとインタビュアーのね、早川さんに入っていただきまして、いろいろとねほりはほり聞いていただきまして、いやまだまだですまだ B 面はねちょっとメンバーシップもこっそりとやっていただこうかなと思うんですけども、まあ皆さんねちょっと今後動画を見ていただく上で、あこういった思いを持ったにやつがやってるんだなっていうのがちょっとでも伝わったら嬉しいなと思っています。まあ、ぜひ早川さんもねあの YouTube チャンネル持っていますし、はい、いろいろとねあのインタビューの動画ですとかポッドキャストやってらっしゃるので、皆さんもですねチェックしていただければなと思ってます。ということで以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。